歌手で女優の小泉今日子さん。今も昔も変わらない美しさで、ヒョンキョンの愛称で親しまれていますよね。今回はそんな小泉今日子さんについて、小泉今日子の母親、小泉今日子の父親、小泉今日子の兄弟について、小泉今日子の実家、小泉今日子の一家離散説について、これらの気になる情報をお伝えしていきます。キャレットキャレット。コンテンツ、ヒデ、ワン小泉今日子の母親は元芸者。二小泉今日子の母親の年齢。三小泉今日子の母親画像。四小泉今日子の母親が亡くなった理由。五小泉今日子の父親。六小泉今日子の兄弟について。七小泉今日子の実家はどこ。八小泉今日子の一家離散説について。九小泉今日子のプロフィールと経歴。十小泉今日子の母親は元芸者で画像美人。年齢は、父親の職業と兄弟構成も調査。まとめ、小泉今日子の母親は元芸者。引用、https://family@home.com/kozumikyoko/sharp2。小泉今日子さんの母親は、小泉由美さんといい、もともと、神奈川県の厚木にある飯山温泉で芸者をしていました。小泉今日子さんは母親について、母はいつもおしゃれでかっこよかった、と語っています。芸者としてもかなりの腕前だったのかもしれませんね。小泉今日子の母親の年齢、小泉今日子さんの母親の年齢は不明です。しかし、口述するように小泉由美さんは80代半ばで2022年に亡くなっています。仮に2022年に85歳だったとすると、1937年生まれということになります。詳細が分かり次第、追記しますね。小泉今日子の母親画像。引用、https://family@home.com/kozumikyoko/sharp2。小泉今日子さんの母親の若い頃の画像がこちら。タバコを吹かす姿がかっこいいですが、下を向いていても美人なのが伝わってきますね。小泉今日子さんもその遺伝子を継いでいるのでしょうね。キャレットキャレット。小泉今日子の母親が亡くなった理由。小泉今日子さんの母親は2022年に亡くなっています。死因は不明ですが、もともと、小泉由美さんは腰椎を圧迫骨折した後に、脳梗塞で倒れました。さらに、上顎に腫瘍があり、その切除の手術後に、特殊な入れ歯を使っていましたが、医者に外されてしまい、2週間何も口にできず、栄養は点滴のみとなった時期がありました。おそらくこれらが繋がってしまい、亡くなってしまったと考えられます。ご冥福をお祈りします。小泉今日子の父親、引用、https://family@home.com/kozumikyoko/sharp2。小泉今日子さんの父親は、小泉信弘さんと言います。とても優しそうな父親ですよね。キャレットキャレット。小泉信弘さんは、もともとカセットテープを扱う会社を経営していました。しかし口述するようにその会社が倒産。その後は小泉今日子さんと二人暮らしでした。そんな小泉信弘さんは、1993年12月に心不全で亡くなりました。小泉今日子の兄弟について、小泉今日子さんには姉が二人います。長女陽子さん、1958年生まれ。次女ひろ子さん、1964年生まれ。小泉今日子さんは三人兄弟の末っ子なんですね。小泉今日子さんは姉の陽子さんとのエピソードについてこのように語っています。私、幼い頃に周期性嘔吐症を患っていたんです。誰かが拭いてくれたり、背中をさすってくれたりする。ああ、こういうことをしてくれるのはお母さんなんだろうとずっと思ってたんですが、ある日目を開けてみたら上司だった。ああ、そうか、お姉ちゃんが、お母さん、だったんだ、っていう錯覚、笑。そんな陽子さんでしたが、2014年に亡くなられています。
小泉京子の実家はどこ？小泉京子さんの実家は神奈川県厚木市内にあります。一時は、母親が本厚木市内で、メリケン亭というお好み焼き屋を営んでいたので、その近くに実家があったと予想できます。しかしその後、マイホームを厚木市郊外に建てたため、現在はそのどこかに実家があると考えられます。小泉京子の一家離散説について、引用、https://family@home.com/koizumikyoko/i2。 小泉京子さんの家族は、詳述の通り両親と二人の姉の五人家族でしたが、父親が経営していた会社が倒産して一時家族が離散しています。それもあって一時期、小泉京子さんは父親と暮らしていたという情報もあります。小泉京子さんは当時について、楽しかったけど経済的に厳しかったと自身初のエッセイ、黄色いマンション黒い猫で語っています。幼少期からとても大変な思いをされてきたのですね。それゆえに、小泉京子さんは金銭感覚がシビアになり、アイドルとして成功して収入が増えた後も、無駄遣いはほとんどしませんでした。小泉京子のプロフィールと経歴、引用、https://yumiijinachi.com/archive/1483/index_ID4。白丸大名前小泉京子、小泉京子、白丸大生年月日、1966年2月4日。白丸大年齢、58歳、2024年時点。白丸大出身地、神奈川県厚木市。白丸大身長、155センチメートル。白丸大血液型、O 型。小泉京子さんは、1981年スター誕生に合格し、芸能事務所入り。翌年には、私の16歳で歌手デビュー。1983年には4枚目のシングル、春風の誘惑が初めてオリコントップ10入りを果たすと、その後はヒット曲を連発。渚のハイカラ人魚、や、大和なでしこ七変化、なんてったってアイドルなどが軒並みオリコン1位を獲得し、1980年代を代表するアイドルとなりました。1990年代に入ってもその勢いは衰えず、1991年1月にリリースした、あなたに会えてよかった、はミリオンセラーを獲得し、最大のヒットとなりました。また女優としても1982年の NHK の大河ドラマ、象牙の群像でデビューし少女に何が起こったか、や、あんみつ姫シリーズ、あなただけ見えないなどの連続ドラマに主演しています。さらに映画でも、怪盗ルビー、や、病院に行こうに、グーグーだって猫である、などで主演を担当。2013年には NHK の朝ドラ、アマちゃんに出演し、劇中歌として歌った、潮騒のメモリーは久々にヒットして、オリコン2位を記録しました。合わせて読みたい、大竹しのぶの若い頃画像が大胆、可愛いとの評判や経歴もチェック、小泉京子の母親は元芸者で画像美人、年齢は、父親の職業と兄弟構成も調査。まとめ、今回は、小泉京子さんの実家の家族にまつわる情報を紹介しました。小泉京子さんの母親は、小泉由美さんで元芸者でした。一方、父親は小泉信弘さんで元経営者でしたが、その会社が倒産し、一時、一家離散した過去がありました。また新しい情報がわかりましたらお知らせしていきますね。最後までお読みいただきありがとう。